それでなんか見に行って、でもその時全然動員とかも少なくて、なんか思ってた、思ってなもっと盛り上がってる感じなのかなと、そんなこともなくて、曲のクオリティの割にとかですか？そうそうそう、なんでこんな曲すごいかっこいいのにそんなに盛り上がってないんだろうとかってずっと思ってて、で、ある時、まあ、自分もバンドやってるしで、その交流もあったから、で、それなんか今度ドラムが抜けるかもしれなくて、で、ちょっとサポートでなんかお願いするかもみたいなやつで、で、やってみる。へー、それは何歳の時ですか？何年何歳の時ですか？それは2003年か4年とかじゃない？へぇ、23はぁ、あ、はぁ、あ、で、サポートやってってで、やって、で、ライブとかもっていくうちに、なんかこう3人でいる空気が良くて、でも、はあ、まあ楽しかったし、うん、なんか演奏自体はやっぱ影響を受けてきた音楽とか全然違ったから、まだ違和感っていうのはあったんだけど、でもなんか一緒にやりたいみたいになってメンバーに誘われて、あ、ぜひ、じゃあ一緒にやろうって、でそっからなんかピンとシシグレにハマるようなドラムってどういうものがいいんだろうかみたいなやつを研究しまくって、実際にこうツアーのそれこそさっきの堀さんにお世話になってツアー回ってっていう流れがあってからまとまったわけ。へえ、ちなみにその中野さんじゃ X とかそういうの聞いてたじゃないですか他の2人はどんな音楽が好きだったんですか？557188の B バンドで。あ、そうなんすか？え、あの女性ボーカルのあの、そう、インドシシグレの前。え、それは TK さんがやってたんすか？ TK とミヨコと、あともう2人なの、4人組のバンドで、それで557188のコピーバンドなんですか？から始まって、え、それって意外ってリアクションあったんすか？意外ですよね、意外じゃないですか？まあでも、やってて、で、ジュニマリとかも、あ、そういう、じゃ普通にちょっとポップス寄りやったんすか？うん、なんていうか、J-POP 寄りって言ったらおかしいのか。ミヨコがボーカルだけだった。で、北島君ギターだった。あ、歌ってなかったんですか？それで2人、その4人のうち2人がなんか進学だか就職だかで辞めるってなって、ギターバンドの時に、じゃあ俺も歌うってなったらしい。で、ベースいないからベースやってみたいな。だからシグレで初めてベースを始めてるし。あ、そうなんですか？へぇー、人間も歌うのはシングル初めてから。ちなみにあの、まあ、中野さんごめんなさい、中野さんのあれとはちょっと命名してないからあれかもしれないですけど、うん、なんで凛としてシグルなんですか？なんか凛っていう言葉を使いたかったらしくて、凛とっていうとがつかないと意味をなさないらしい。へえ、なんかいろいろ調べたらしいんだけど、でそれでなんかいろいろ候補を考えてシグレっていう言葉が思いついて、でなんかその気まぐれ な音楽性にも合ってるし、じゃあそれをくっつけて凛としてシグレにしようってなったらしい。へえ、じゃあすごい、だって結構その当時からするとなかなかセンセーショナルな名前なんじゃないですか？いや、珍しかった。いないというか、なんかその最近ね、いっぱい今です、今でこそそういうね、なんかその、なんか神様はサイコロを振らないぐらい、なんかそういう人もいますけど、当時なんて、いや珍しかった。そうっすよね、それ以降、やっぱシグレ以降増えてった感じはあったね。すごいし、いいセンスですよね。なんかしかもよくよく考えたら文字数意外と少ないから収まってるってのもいいっすよね。なんか白い恋人ぐらい、なんかこう、まあその北海道と思ったんですけど、あんまなんか派手で目立ってる感じはないけど、意外とこうフォロワーがちゃんといるんだよね、シグレに影響を実は受けてますみたいな人たちって。でそれでどうやってメジャーデビューにたどり着くんですか？でそこからなんかライブを重ねていって、で自主制作で CD とか CDR で CD 売って、でそれはやっぱすごい枚数売れた、どんどん売れてって、ライブやればめっちゃ売れてみたいな状況が続いて、で実は自分が加入する前からその事務所の人が見に来てたの。あ、とある音楽事務所の人、はい、社長かなが見に来てて、シグレに注目してて、はい、そこそここう何度もバッツだっけな、まあ、でもなんかこう動員も知名度も上がってきたタイミングで、そろそろ一緒に契約してやりますかみたいになって、へえ、でそれでまず事務所との契約が始まって、はいはい、でバイトも辞めて流通の音源をリリースしましょう、へえ、それがナンバーフォーっていう
その時はじゃあそれインディーズレーベルからインディーズ CD を出したと思うんですか。へえ。インディーズで、まあ、自分たちお金出して1枚作って、でそこからまた、だからそれでまたライブ重ねて、でアルバム何枚か出して、でそろそろメジャーに行ってみたいな話になって、で何社か会って話をして。やっぱやるからにはメジャーって思考はあったんですか、みんな全員に。あ、まあでもメジャーでやれるんだったらやりたいなって思った。へえ。だってもともとシグレってやっぱそのインディーズでやってた当時とか、絶対メジャーいけないよねこれ、かっこいいけどみたいなすげえ言われてた。音はいいんだけどねみたいな、売れせんじゃないよねみたいなとかすげえ言われてた、めちゃくちゃ言われてた。はあ、はあはあ。でもね、誰かなんかどっかの事務所の人とかはすっげえ絶賛してくれたとか、まあ、そういうのがね結構あったわけ。ほうほうほう。だからじゃあメジャーに行ける機会なんて、まあ、人生そうそうないから、でどういう世界か見ないと分かんないし、はい、じゃあちょっとメジャーでやってみて、なんかいろんなことトライしてみたいなと思ったから、実際会ってみて、まず会って話を聞いてみて。ほうほうほう。あ、そうか、レーベルの人とか。そうそうそう。で最終的にそのソニーと契約するってことですか、うん、あの人の感触がすごい良くて。なんか基本的にやっぱその自分たちがやりたいことを打ち出したいことを以外はちょっとやりたくないっすみたいなスタンスだったんですよ当時。ちょっと尖っちゃってさ。まあでも尖ってますよ。まあでも今は変わんないかもしれない、ね、音楽性的にまあ明らかに尖ってますもんね。今はもう変わんないかもしれないけど、当時はよりなんかちょっと警戒心もあったし、変な売り出され方したら嫌だなってすごいあって、周りのバンドでちょっとそれで失敗したバンドがいて、あるんですかそういうのはね。そうか、そのメジャー行った時のなんかそインディーズの頃が本当に良かったからみたいな、そういう方向転換で失敗するっていうパターンがあるんですね。ただでさえメジャーに行くのがあんまり良しとされてなかった時代でも、時代的にだからインディーズでいることがかっこいいよね。高校生とか中学校の時はそんな感じでした。なんかインディーズの、うん、いろんなかっこいいバンド知ってる人が何だかイケてるっていう感じの空気がありました。それは全然あった。それが多分まだずっと続いてて、まあでもやっぱメジャーでやるっていうのはどういうことなんだろうって知りたかったな。ほうほうほう。まあそれで、まあこの人たちだったら一緒にやってみたいっていう人に出会えて、それがまあソニーの話で、それで、まあ、決めるどうなんですか、なってみてそのメジャーレベルでやってみてっていうか。いや、やっぱすごいメジャーは、全然違う。それ予算とかも増えるんですか。予算そうだけど、もともと持ってるコネクションが圧倒的に違う。インディーズだったら出会えないよ、メディアとかへの関係値がもともとずっとあるわけじゃないですか。あ、なるほど。ね、あの例えば新人から超売れてったミュージシャンとかをプロモーションしてって言って、はいはい、んな番組だったりとかつながりがあって、はい、でまたなんかいい新人になったらぜひうちみたいな、はい、あの人ヒットしたのとかあるから、お互いにそれは関係性が出来上がってるから、でそこにやっぱ乗せてくれるシグレを、シグレだったらこ あのメディアが合うんじゃないかとか、はい、人たちと組んだら面白いことになるんじゃないかって、そのメジャー独自のコネクションがあるから、そこはやっぱすごいなって思う。それはやっぱ他にはないんだと思って、すごい感じ。それでも入ってみないと気づけないし。なるほどね。2008年12月、うん、とかでも12年経ったやつね、メジャーデビューしてから経ったよね。すごい。初めて武道館に個人的に立ったんですよ。あ、もうじゃメジャーデビューの とともに普通にもう武道館ライブも決まって、いやいや、しぐれは決まってないけど個人的になんかセッション、はい、おそれを誘われるんですか。そうです、ね、へえ。マーベリックって親会社があって、はい、そこのイベントへで、なんかその時ラルク全然動いてなくて、でハイドさんもあるで、でシードもアキ君のベースで、でモクの皆さんがいたのかな、はい、でハタムさんってラルクのテンパーズやってる人で、なんかやろうみたいなので、へでラルクへ、あの時は一番黄色い声援をステージ上で聞いたね。ああ、すごかった。キヤーみたいな。誰が出るか分かんないから行くまで。あ、
そうなの？そうで、その当日、その場でその瞬間発表になって、で、ハイドさんってなったで出てきたら、うわーって音が言って、あれはすごかった。すごいっすね。すごいんだな、ハイドさんって。超スター。マジですごい。ステージに出てる時はもちろんだけど、ステージ降りてからもすごいから。あ、ステージ降りてもスターなんですか？俺らとかスタッフとかに見せる顔もスターだよね。へぇー。優しいですか？本当にかっこいい。優しい。超優しい。へぇー。ほら、はあ、新しくソニーで働く、はあ、知事2人ですよね。あったり紹介したりとかするじゃん。はい。そしたら、ハイさんは、いや、マジでその、うん、これから の、 その音楽の未来は俺たちにかかってるから、一緒にマジで頑張ってくれるんだろうみたいな話をちゃんと熱くして、一緒に頑張ろうねって言って。へぇー。新人に。そうです。へぇー。普通のミュージシャンって、並みのミュージシャンだったら、あ、まあ、よろしくねとか。ああはいどうもありがとうとかで終わっちゃうところをちゃんと丁寧に話をして、はい、あの自分そのソニーに新しく入ってきたっていうことはどういうことかっていうのをちゃんと短く端的に分かりやすく教えてあげて、で一緒に頑張ろうねっていう声をかけてあげて、好きになっちゃうよね。ははでも俺もやっぱそういう姿、やっぱそういう先輩がいるから、でも自分もやっぱそういう風にしようってなるし、ちゃんとしなきゃなって、分かんないからね。イケメンですね、完全に。え、ちなみにピエール中野名義になったのいつからですか？もうずっと最初からですか？は、でもシグレに入ってから。あ、加入してから。あ、なんでピエール中野にしたんですか？は、諸説あって。諸説？え、諸説あ、じゃ言われてまず諸説は何なんですか？短いのと中ぐらいのと長いの。短くていい。あ、なんでもいいですか？短くていい。はい、分かれば。リンとしてシグレっていうバンドの当時のメンバーってことなんで、TK と美容子でしょ。TK とミヨコはもちろん本名がある。はい。で、TK は、イニシャルで TK でしょ。はい。英語で。はい。で、ミヨコは数字で3、4って書いて。はい。で、自分だけ本名中野正人じゃん。はい。だったらちょっとおかしいじゃん。まあ。だからなんか名前変えたいねみたいな話はずっとあって。はい。で、スタジオ入ってる時に、スティック回しをしてプレイすることが多いから、はい。だからそれを見た TK がピエロみたいな。でピエロみたいだから文字ってピエール中野って言われて、で、ちょうど電気グループ大好きでピエール滝さんも尊敬してるから、あ、じゃあピエール中野で行こうって言って、それで決まった。あ、なるほどね。うん、短いバージョンなんですね。これが、まあ、短い。もっと短いだと滝さん好きだから。で、なるほど。どういうレインとしてシグレは活動になってくるんですか？メジャーし、あのデビューしてからは。メジャーデビューしてから、いや、でも変わんないよ。だからリリースがあってツアーやって、繰り返し。で、なんかタイアップ来て、はあはあ、で、また新しい層が広がって、で、フェスに出たりとか。はあはあ、そう。一番、さっきさ、アニメみたいなのタイプが一番、なんかこう、一般化した感じの。知る人が多いな。アニメから好きになりましたみたいな。はあ、サイコパス。まあ、そうか、ちょうど、でもほら、M ステに出たのも、それきっかけだった。あー、なるほど。そうするとだいぶそのバンド好きだけじゃない層にリーチできるというか。そう、そのタイアップはじゃあでかかったんですよ、バンドの中でも。でかかった。それでやっぱ知ってる人もいる。あとやっぱ個人の活動とかもその時期ぐらいから増えてきて、はあはあ、それでなんかいろんな界隈の人が知り合って、はあ、そこそ自分なんか DJ もやってたし、フェスとか DJ で行ったりとか、あとアイドル周りもその当時Perfumeがまだそこまで知名度なかった時からずっと応援し続けていて、はい、そのFumeがやっぱ、ね、どんどん駆け上がっていく中で、そこに対してリアルタイムで説明できる人っていう人が少なかったから、はいはい、それでいろんな場所に呼ばれたりとかして、そういうところで知ってくれたりとか。あ、そっから、Perfumeから始まるんですね、その中野さんのアイドルをちょっと解説できるというか、そう立ち位置っていうのは、うん、へぇ。ちなみになんかこの前僕の大森さんがインタビューで言ってた、その、うん、自分のバンドのドラムが叩けなくなっちゃったみたいな時が来るんですか？それはね、いつぐらいだっけな、ツアーとかの、アイマズミュージックツアーか、はい、バンガマンサーキーに、あの、富山のライブハウスで、鮮やかな殺人っていう曲があるんだけど、はい、で、ドン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 、はいはい、もう単純なフレーズなんだけどさ、はい、これが踏めなくなったの。それ動かないですか、体が。動かない。へぇー、それ。ドン、あ。へぇー。つかかっちゃう。あれって。あ、それも、初めての経験ですか、そういう。初めてです。
っちゃ怖かった。だからもう仕方なく、はい、だからそれ一回曲止めて、珍しいんだけど、はいはい、で、TK 心配そうに、あ、緊張してんのみたいな、はい、大丈夫みたいな、いや、わかんないでとりあえずやるしかないから、また始めて、やっぱ踏めなくて、幸いツインペダルって言って、はい、内側でもどんどん踏めるから、左足は動いてる、こう左足でなんとかリズムキープして、左足を補いながら、なんか右足でできる範囲で、やばいなってなったら左足使ってとかって駆使して、そのライブ終えたんですか？ライブ終えて、その後も、だからもう治療に入るね、そこから。それ病院に行くんですか、すぐに。最初に頼ったのが、ドラム周りで有名な整体の先生がいて、いやまずあの西洋医学じゃないと診断できないから一回あの検査しに行った方がいいって言って、整形外科に行って、はい、でなんかレントゲン取ったり MRI で何だろうって検査、はいはい、したけど、まあまあ、直接的な原因はね分かんなくて、で整体行っても結局分かんなかったね。おそらくここじゃないかみたいなことしかできなかった。漢方とかいろいろ試したんだけど全然ダメだった。ドラムがうまく叩けない時はじゃあ一回もそのライブとかは中止するんですか？いや、やり続けてたね、その当時も無理やり。あ、やってた。右足が動かなくなるってことなんですか？で症状としては。そう、特定のフレーズとか、例えば山みたいなドン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 とか、はい、なんかどこ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 とか、はい、特定のフレーズになるとちょっと思ったように動かなくなる症状が出てたから、じゃあそれフレーズを変えたりとか、はあ、左足使ってさっきも言った左足使ってとかっていうので乗り切ってたんですか？乗り切った。はあ。武道館もしぐれやってんだけど、はい、記憶ない。記憶ない。ない。で、なんかそれどころじゃない。あ、もう必死すぎてそのうまくごまかすというかそのうまく、まあ、ごまかす耐え抜く耐え抜くやり抜くしかないから、やり抜くので選択肢もそれしかない、精一杯ってことですね。やるしかないから。へえ。でどそこ武道館もじゃその本調子でなく臨むことになっちゃったってことなんですね。そのしぐれでの初めての武道館でね、そっからいろんな症状が出始めた。それこそ手が震えるようになったりとか、へえ、なんかいや、リョクさん、コーヒーとか飲むともっと手が震えちゃう。はいはいはい。まあ、あんなもん。水とかでも震える。へー。ラーメンの丼をここに着丼しても、下ろせないとか。症状がいろいろ。で、あと、パニック障害的な、なんかいきなりと動機がみたいな。へー。スパークしたりとか。あと、対人恐怖。あ、そういうことにもなってくるんですか？うん。あ、なんかそう、誰に会っても、まあ、この人でもどうせなんか自分のことをすっげえ嫌いでとか。へえ、ドラム飲み会とか地獄だったの、その当時も。へえ。どうせなんかすごい嫌いなくせに写真撮ってとか言ってきて超怖いみたいなとか。あ、そんそばつ、あ、そんなになったんですね、長尾さんが。なってた。でもその当時、あ、でも気づいてる人はいたんじゃないか、明らかにおかしかった。うん。それってじゃあその精神的な病気じゃないですか。そうなってた時にその活動はでもそれしながらなんとか。いや、さすがにやっぱ気づいてるから、はい、TK とかによく。だから一旦だからソロ活動がそこから始まってくっていう。ああ、みんなの、うん、その、まあ、一旦まあシグレとしての活動はちょっと、まあ、別に休止じゃないけどって言ってもないし。はいはい。あ、そうか。だでもソロをみんなそれぞれそうやっていこうかっていう流れは作ってくれて、すっげえ優しい今の。あ、確かに。普通だったら攻められてもおかしくないじゃん。確かに。お前なんて叩けないんだよとかさ、うんうん、だからそんな叩けないんだったらやっぱドラム変えないとダメじゃないとか、はあ、はあってもおかしくないじゃん。だそんなことは一切言わないし、なんかそれを大々的に発表することもなく、なんかインタビューで後に触れたりとかしてたから、そういうのをちゃんと守ってくれたっていうのがすごい感じるね。ずっとやっぱ感じる。優しいっすね。で、そう、優しいでしょ。それでなんかそういう風にしてくれて、はい、で自分は自分でソロね、一人になったらできる。ああ、それがだから DJ とかってことですか？ DJ もやってたし、まあ、でもドラムもやってたんだよ、ちゃんと教則作ったりとか、ドラムソロドラムで全国47都道府県ツアー回ったりとか、教則もだから今のうちに残しとかないとまずいっていう。あ、そうか、どうなるかも分かんないしね。叩けるうちにしぐれの
曲叩いて残しておくのと、あとはその自分の奏法ちゃんと伝えておきたいっていうのがあって、でそれをやりきって、で47都府県もやっぱドラム叩きながらやったら行ける機会もなくなるし会えなくなってしまうから、なるべく会える時に会っておく機会を作んなきゃなと思ってやってた。へー。で、一人だったら大丈夫だったりするそれが。あ、そうか、だから精神だから、だからあれですか、そのバンドでってなった時に、はーはーはー、あーってなっちゃって、なるほど。だから、だからバンドがきつかったとか嫌だったとかじゃ全然ないんだけど、でもそうか、いろんな多分原因がそこに、ね、複雑なんて、まあ、そうそうね、説明できないんだけど、それはあって、結局そこから、まあ診療なんかに行こうっつって、うん、ちゃんと診察受けてみたいな流れだった。へえ。それで通常だったら多分ジストニアっていう診断をされる、ジストニアっていう病気があって、はあ、はそういう動かなくなっちゃうっていう、はあはあ、なのか、音楽家がなる。でもその先生すごいいい先生、まあ、ジストニアっていう診断をしなくて、しないで、あの多分ジストニアだけど診断はしないでおくから一緒に頑張って治していこうみたいな、治療法試してやってくれて、でもそれがやっぱすごい心強かった。じゃそれでなんとかこう完治した感じなんですか。あ、そうそうそう、その後だから大森との出会いもあったりとか、あとはそのソロドラムでもあったりとか、まあ、教室も残せたしっていうので、まあ、ちょっとずつこう楽になってくる、ね、あ、気持ちが、バンドとしての動きも、ね、まあ、休ましてもらってるから、なんかちょっとずつ緩和されていって、でなんか大森のバンドにも誘われて、まあ、いろいろ外での活動もなんか増えていって、いよいよじゃあまたしぐれでちょっとそう制作入ってみたいになった時に、まあ、割とその前みたいな感じのはなくて、まあ、不安だったんだけど最初は全然なくて、大丈夫で、ライブやってみても大丈夫だったし、あ、これは大丈夫、もう治ったのかもしれないなって思っている中で、ナンバーファイブってアルバムの制作に突入していくんだけど、でそれがやっぱすごい難易度の高いドラムを演奏するアルバムなので、でそれもレコーディング無事に終えて、でじゃあツアーだってなって、でそのツアーはすっごい心配だったんだけど、逆にそれが完全復活を感じさせるツアーにめちゃくちゃ良かった。それが、そう、難しい演奏ですもんね。もう難しい演奏、もう全然思い通りに、自分の思い通りに動くし、で手足もその前みたいな症状全く出ないし、むしろ絶好調ぐらいの感じになって、で練習もすごいたくさんできるように、思い通りにできるようになってって、あ、これはもう完全復活したなっていうのが、そのナンバーファイブで回ったツアー。だ、そっからはもう全くそういう症状なくなって、ない、全然。でもじゃあやっぱ本当に心の病気だったってことですね。なんていうか、まあまあ、まあ、理由は分からんけれどもっていう、その、ちなみにその大森さんとは何でしたっけ、あのその DJ で下ネタ言うみたいなイベントであったんでしたっけ。そうであって、そうで、なんか噂には聞いてて、なんか大森聖子がすごいって、で、ね、インターネットで見て動画見たらやっぱすごかったから、こんなかっこいい人が出てきたんだって思って、実際間近で見たら超かっこよかったから、リハをずっとじっと見られてたみたいなこと言ってましたけど、じっと見てて、トライブもかっこよくて、でイベントやってたから自分で一応出てほしいって誘って、でその日の打ち上げで仲良くなって、でそっからかな、慣れ初め的には。ああ、でそれであのなんかテレグラキャノンボール見に行ったりしてたんですか。あ、そう、テレキャノン見に行ってとか、そうだね、なんか連絡取るようになって、だからそれこそ47都府県ツアーのツアー先に来てくれたりとかしてて、ああっていう流れだったね。で、なんか結婚どうこうみたいな話で結婚するんだけどして、ほぼ交際してない状態で結婚させる。ほぼしてない、ほぼしてない。へえ。それまあ、あの、ね、大森さんからも聞いてますけど、どんな感じのトークでそうなったんですか。トークって いやだからあの人は27で死ぬってずっと言ってたから、公言もしてたんじゃないか。でも多分本当にこの人死ぬんだろうなと思って、はい、まあ、手段は分かんないけど何かしらの形で死ぬんだろうなと思ってて、はい、で、まあ、まあ普通に飲んでて、死ぬのやめたらみたいな話を、だからこの先見たいんで、はい、死ななかった大森聖子がどんな作品作るのか見たいから、死ぬのやめないって言って、
へー、じゃあさ、多分今まで選択肢絶対なかった結婚しようって言って、へー、結婚どうって言って、したらなんか面白がってくれて、結婚はマジで選択肢なかったみたいな。それでなんか一緒に住み始めて、どうしようかな。そうか、じゃあその結婚しないから住み始めるんですね、順番的には。結婚同棲、半同棲席入れるみたいなことですか。へえ。7月18が自分の誕生日、聖子ちゃんが9月18日、間の8月18日がいっちゃって、はあはあ、でそれでなんか今年は退院だと、多分外国でも行ってるかもしれない、はあはあ、じゃあすぐ、はあ、でやっぱね、話だから、その悩みとかも抱えてたから、そう、ね、分からなくなったり、やっぱ人に話しづらかったんだけど、そういう話もなんかすごく親身になって聞いてくれた、あーはーはーはー、すごく理解もしてくれたし、なんかこの人だったらなんかすごいいろいろ自分にとって大きい存在になるんじゃないかなって感じてたから、それはやっぱ決め手の一つだった。へー、すごいなこの人って、いまだにやっぱ尊敬する部分がたくさんあるし、うん、あとこの人のが誤解されてるのをなんとか解かなきゃっていう使命感もやっぱあるからね。ああ、なるほどね、うん、はいはいはい、ね、延命させちゃったからな。いやいやいや、延命させたくせに辛い思いしてほしくないからさ。なるほどね。そう、だからそこはちゃんと守っていきたいっていうのもあるし、へー、いやー、でもなんか難しいところもいっぱいあるんだけど、なんかね、見え方とか難しい、本当はすっごい優しいちゃんとした人なんだけど、そこがみんな、ね、イメージ持てない人とかもやっぱり中にもいるから、あ、その人たちの意識を変えていきたいなって思うけど、それはファンタジーなのかもしれないよね。ああ、なるほど。どこまで行っても交わらないものなのかもしれないし、ただやっぱでもその思いをさ、諦めたら終わりだから、諦めないで何とか自分ができることっていうのをずっと探し続けていてやってるのか、はあ、今もね、だってライブやれば一緒にやってますもんね。あ、そうそうそう、ライブもやってるし、レコーディングもやってるし、いろんな楽曲もアレンジしてくる、アンカーとかもこれ紹介してるし、ドラムも実際自分が叩いてるし、はあ、ちなみにじゃあ、まあまあまあ、いろんな活動されてらっしゃいますけど、うん、これからなんか ありますか、こうやりたいこと、こう夢でもいいし、目標でもいい、こんなことやりたいと思うし、個人的に、はいはい、いやー、でも、まあ、今オーディオ作ってるの楽しいから、それは引き続きやって、まあ、もちろんドラムがね、主軸にあって、バンドも続けていきたいし、バンドスターはよくバンドとしても作って、であとオーディオショー、でもやっぱ変わんないよ、その地続きでやってることをどうやったらもっと面白くなるかなって、はあ、続けていくことができればいいかな、音楽でってことですね、うん、っていう感じがあるかな。あとはまあみんなが生きやすい、なるべく生きやすいように環境を整えていきたいなっていうのももちろんあるし、はあはあ、みんなに喜んでもらえることをひたすらやっていきたいっていうのもあるかな、はあ、いいですね。ありがとうございました。はい、面白かったです。はい。すいません。来てもらってる人は大丈夫だから。すいません。ちょっとだけ。裸のままで、oh yeah。
美味しいご飯をご馳走していただいたお礼に告知タイムです。ピエール中野さんのアーティストブックとコンピレーションアルバムハッシュタグピアフォンで聞こうが絶賛発売中です。さらに無線ピアフォン3が2020年12月27日に発売開始です。そして凛としてしぐれニューシングルパーフェイクパーフェクトが2021年1月20日にリリースされます。それを記念して視聴者の皆様に抽選1名で無線ピアフォン3とピエール中野アーティストブックのセットをプレゼント。応募方法は三谷三四郎スラッシュ街録チャンネルのツイッターに DM で住所氏名ピサマプレゼントと記入してメッセージをください。どしどしご応募お待ちしております。Thank you.